ティミシュ県は、ルーマニアバナト地方の県。県とはティミッショアラ。県名は、ティミシュ川から来ている。この川は古代ローマ時代にはティビシス、またはティビスクスとして知られていた。この県は、ユーロリージョンのドナウクリスムーレッシュティサーの一部でも、ある。人口は、約66万人。民族構成は次の通り。 面積は8 6 9 7トルで、ルーマニアの県で一番広い。東は、フネドアラ県、西はセルビア、北はアラド県とハンガリー、南はカラシュセベリン県に接する。東の境には、南カルパティア山脈の一部であるポヤナ、ルスカ山地がある。西に向かって標高は低くなり、パンノニア平原の東部となる。県には、多くの川が流れており、 重要な河川としてベガ川とティミッシュ川がある。ティミシュ県はルーマニアで最もダイナミックに経済が発展している地域の一つである。その伝統と位置のために外国からの投資の比率が高い。県の主要な産業には機械製造、食品製造、化学工業、織物工業、電子部品製造などがある。県は2つの都市、8つの町、85の小事地帯から なる。国家統計局ポップやレイティ国家統計局ポップやレシャデュープエトニーアーカイブド2009年8月16日アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。